どうも皆さん、こんわぎあぎとと申します。いやー、シーズン5序盤ですけど、結構もうね、新しい人格の影というか、新人格の情報が出てきましたね。まあやっぱりシーズン頭はね、メインストーリーの更新もあるということで、おそらくシーズン内でもね、新人格エゴの追加が激しい時期だと思うんですけど、今回はですね、やっぱりソシャゲのね、醍醐味とも言えるガチャなんですけど、それをね、引くべき人、もしくは引くタイミングについて語っていければなと思います。やっぱりなんだかんだね、このリンバスカンパニーのガチャというのは他のソシャゲと違ってね、ガチャを回す人回さない人っていう、そのメリットデメリットっていうのが結構ね、的確に分かれてるなーって個人的に感じてるので、そこら辺にも触れていきながら解説できればなと思いますので、よろしくお願いします。まあまず第一位ですね、このゲームのガチャを引く人、短期間にね、いっぱい回すっていう人の特徴として、初心者の人が多いんじゃないかなと思います。そして、そこで言いたいんですけど、初心者の人ほどガチャを使って人格エゴを集めるっていうのは、全然ありなんですよ。というのも、すべてのプレイヤーがね、もうみんなが言っているリンバスカンパニーの一番の特徴として、この自販機ですよね。ソシャゲでありながらも、新キャラとかを、ゲーム内アイテムで交換できるという、まあ、ぶっ壊れ自販機。そのね、アイテムを回収できるようになった中級者以降の人は、もう新キャラが来るたびにね、ここで交換してるよって人も多いと思います。ただ、初心者の人でね、最近始めた人も多い、このリンバスカンパニーにおいて、自販機を使うっていうのは、なかなかそのね、タイミングだと難しいんですよ。やっぱりこのボックスがまだ回収できない。鏡ダンジョンを解放しないっていう状態だと、いかんせんね、やっぱりこのリンバスカンパニーのメインストーリーは難しいですから、自販機からゲットすることだけをこだわって、いや、私はガチャを引かないって言って、こう序盤からメインストーリーを進めていくのは結構きついと思うんですよね。さらにさ、やっぱ鏡ダンジョンが特定の章クリア以降解放されるっていうのもあるので、そういう意味でも逆にね、ガチャを回さずに温存温存って序盤でしてしまうと、かえって効率が悪いんですよ。そんなね、人格が一番手に入れにくい時期、一番パーティー編成が難しい時期の序盤だからこそ、このガチャをね、回して人格を手に入れるっていうのは全然ありなんじゃないかなと思ってます。かくいう私もね、序盤はもうガチャを回しに回しまくって、まあ当時は逃げらんとするものシンクレア、これが強かったかといって悪魔のね、一点狙いをしたこともあるぐらいなので、それこそね、後々触れようと思っているフェスというのはあるんですけど、初心者の人ほどこういうガチャカーのね、回収っていうのは重要なんじゃないかなと思います。そして2つ目はですね、こういうシーズン開始時にガチャを引くっていうのもまあありなんじゃないかなと思ってます。というのもやっぱりね、シーズン開始時というのは前のシーズンと比べてね、箱破片が半減した直後、さっきの自販機からの交換っていうのが極端にね、厳しい時期というのもあります。そんな中でね、前からお目当てだった人格がピックアップされている、はたまたね、シーズン5の人格がガチャに来てるっていう時に、箱が足りなくて破片が足りなくて自販機から回収できないっていう人もまあ少なくないと思います。まあただね、この方法には一つ注意点があって、そのシーズンの限定人格、発散限定人格が最低でも1枚手に入れられる、この確定チケット。今回の場合だとね、そうシーズン5の限定人格がランダムで1枚入手できるというものなので、序盤からね、手当たり次第に人格を取っていってしまうと、チケットの恩恵がどんどん薄れていってしまうんですよね。チケットをね、腐らせてしまう事態にもなりかねないので、まあ、これに関してはね、このチケットを 100% 使うためにそれまでに来る人格は取らないっていうのもまあ難しいと思いますので、一応そういうね、シーズンごとの確定チケットがあるよっていうことだけ片隅に入れて聞いていただければなと思います。古い人格でも最新の人格でも、そのシーズンの限定人格エゴは交換できるので、まあシーズン中盤終盤でね、こういうガチャを回すよりかはまだ序盤の方がね、自分の推しキャラの新人格が来たり、だけど箱が少ないよって人は
まあガチャカーのね入手っていうのも一つの手なんじゃないかなと思いました。はい、そして最後はですね、もうフェスのことなんかどうでもいいと、ワルプルギスの夜をね意識していないよって人はまあ回してもいいんじゃないかと思います。まあこれに関してはね、もうほとんどの 99% の管理人がやっぱりこのゲームでいうフェス、ワルプルギスの夜に備えてガチャ石をね温存してるって人がほとんどだとは思うので、もうこれはあくまで最終の最終っていう感じですね。まあ個人的にはね、さっきまでの1と2は本当に序盤だったり、それこそ箱が枯渇してるシーズン開始時だからこそ当てはまっていたことであって、もうシーズン5のね中盤終盤以降はもうほとんどの管理人がねガチャ石を温存する方向性になってくると思います。まあ最近だとやっぱり交換できないねアナウンサーっていう枠が設けられたので、まあ、ガチャカーの入手のみとなってしまったアナウンサーとかをゲットしたいって人はフェスの期間中にそのガチャにね全てを注ぎ込む、もう2天井3天井も行くっていう、そういうね、まあリンバスをやってる中だったら暗黙の了解じゃないですけど、もう狂気はねガチャ石はワルプーギスの夜のためにあるみたいな認識にはなってきているので、もうそんなねワルプルギスの夜なんかどうでもいい、俺は〇〇の人格が欲しいんだって人はもうまさにでも狂気ですよね。その狂気を使ってガチャを回すっていう狂気の宴をね開催されてもいいんじゃないかなと思います。個人的にはねワルプルギスを夜に温存するのが一番じゃないかなと思いますけどね。はい、ということで今回はねガチャを回すべき人について解説していったんですけど、動画の終盤はねワルプルギスの夜に備えろみたいな感じにはなってきてしまいましたね。まあただやっぱりね初心者の人であったり、それこそねメインストーリー攻略につまずいてる人、こういうシーズン開始時にもう本当にね箱破片がないよって人は、狂気に余裕があればガチャカーの入手っていうのは本当にね一手段としては全然ありなので、自販機というシステムはありますが、もうそれをね交換できるようになるまでいかないと本末転倒ですので、新しい人格を手に入れて育てて、そうやって自販機で交換できるようになったら狂気を貯めるようになって、それでねワルプーギスを備えていくっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。やっぱりシーズン5これから新しい人格がどんどん出てくるとは思いますが、今のね自分の状況プレイスタイルに合わせてガチャと向き合っていくっていうのが一番大事なんじゃないかなと思いました。というわけで今回の動画はこの辺で終わっていきたいと思います。また次の動画の方でお会いしましょう。ではバイアギ。